ハロー、サオリです。イエーイ、イエイ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 。ツインレイのリーディングが1万1000回を超えました。再生めっちゃ嬉しかった。ありがとう、見てくれた人。めっちゃ嬉しかった。全然気づかなかったの。私、YouTube 見てたら、私のじゃないよ。見てるやつの下に上がってくるやつあるでしょ。それでおすすめで上がってきたのね、私。インプレッションで上がってきて、おお、1万回と思って、超嬉しかった。ということで、今回は、あの人の好きな女性のタイプ、もうドストレートにそれをします。そしてどんな関係を築きたいか、どんな付き合いがいいかみたいなことを聞いたんだけど、まあやっぱいい女が好きなんだよねと思った。もうそうなんだなと思ってっていうことです。あ、ちなみに言うと、このリーディング見て、振ってる人がいると思うんだ。拗ねたり寝てしとんじゃないわ、ほんなあかんわみたいなね。そうやって不足に目を向けるから振ってるのよ。あるものを見てない人ってすぐ振ってるんですよ。あるものを見た方がいいよね。あるものを、彩香が虹色で言ってるやん、なくしたものを数えて瞳なんとかよりもあるものを数えた方がって、なんとかが輝き出すって虹色っていう歌を聴いてください。まあそういうことなんですよ。だからそうなればいいだけで、そこに反応するなら、そうなるように自分が、そうなの。自分を生きたいって言ったら自分を生きればいいのに、私はこうこうこうでとかって、それないから始まることは全て欠乏感。欠乏感から始めたことって不足を埋めようとするから、まず与えないのよ。減ることとかなくなるとか見返りとか失敗せんようにとか、そんなことばっかり考えんの。欠乏感から始まってる人って、まずあるということから始めないとなんだけど、あるっていうことから始めるってことは、やっぱ自分を生きている、自分を知っているがもうあるだから、自分を知らない、自分を生きてない状態はもう絶対に欠乏感で満たされてるので、人っていうのは。だってどこかのリーディングでも喋ったけど、自分を知りたいからこそ、なんで人間って生まれたのっていう、ここが基本で全ての学問が生まれてるので、自分を知らない人はそれ欠乏感に満たされるよね。なんかお勉強をしてきて自分を知らないっていうことは、自分を知る方法を知らないんだから、そっちをお勉強しましょうってことですね。学校のお勉強を頑張ってきても自分を生きてないってことは。でもって選択肢はカード全く関係ないです。リーディング内容とは全く関係ない、マジで全く関係ないの。リーディングにも使ってないので、待つ価値がある、ケミストリー、こういう子供、あ、これチャレンジだったっけ、なんかそういうやつ。なんだけど、全く意味がないので、意味がないじゃん。好きなやつを選んでください。OK、A、B、C でいきます。誰が電話してきてんの ?A、B、C です。では、いってらっしゃい。今回のリーディングはね、楽しいからね。いってらっしゃい。じゃあね、バイバーイ。はい、A の人行きましょう。上は、あの人は、どんな女性が、これ男性で置き換えても大丈夫です。どんな女性が好きですか?どんな関係を望んでますか?あ、タイプの女性とだよ。で、聞いてます。もしじゃないよ。よし、開けましょうだ。どんな人が好きですか?タイプをリバースさせてくる人は面白いですね、この人はね。よし。もうこれはもう簡単に、純粋で可愛い子です。美人が好きです。純粋な。あと、自立してる人だね。自立してる強い声が、強い人が好きです。これリバースしててもまあ関係ないんだけど。いいや、オール正位置で読む、ここは。だって好きなタイプなんか、これすごい、一緒だもん。これも純粋をすごい言ってきてる。あと明るい子だね。純粋で明るい子。まあさ、純粋な女性が嫌いな男なんておらんからさ、ひねくれた女が好きとかいう人はちょっとなんか性癖が
変わってるけど、だから需要と供給のバランスが一致してないんだよね。純粋な女性って純粋さを前面に出して生きてる人って少ないやん。女性バランスが一致してないわ。で、これもなんか、これは華やかさを言ってますね。華やかな人が好き。なんかもう、お花で言ってきてるもん、全部。お花みたいな人が好きなんじゃない？華やかってことね。だから、明るい子。間違いなく純粋さを言ってきてます。純粋で、可愛くて、華やかな人。で、やっぱこの人、可愛い子が好き。可愛い美人みたいな感じ。でもう全部華やかなんだよ。全てこれ女の子で言ってきてるもん。女の子のカードで。っていうことはもう女性性が豊かな人だよね。女性らしい人。見た目も女性だよ。お母さん感じゃないよ。しかし、あ、こう儚げな人好きですよ。この人は儚い感じの人。まあ大体強くて純粋で自立してて美しくてっていう人って儚いんだわ。儚げな人が好きだよね。あと安心感。もうなんか男が求める全ての要素みたいなの出てきたけど、これ大丈夫？ B と C 同じ感じになってけへん？どんな関係を望んでいるか。ソードのクイーン、カップのページのリバース、ジャッジメントのリバース、カップの8。これは何を言うてきてんの？この人とじゃないよね。これはあなたとだよね。あなたとどんな関係を望んでいるか。ちょっとここ開けようか。コントロールをやめるときました。で、信頼同時に出てるので、まあ信頼してたらコントロールも何もせえへんからさ。相手をコントロールするってことは自分をコントロールしてるから、それはまあ抑圧だったり言いたいこと言わんっていうやつね、とかしたいことしないとか我慢とか話聞かない言わない、何があるかな他に。まあ、被害者加害者面とかそういうのは嫌だよねって言ってる。だからジャッジメントのリバースはそういうことだね。対等にいたいっていうことですね。まあ典型的ないい女を言ってきてるので、しかもこれエース2枚と3が2枚で言ってきてるから、やっぱこの人純粋な人が好きだよ。めちゃくちゃちょっと本当に子供っぽい無邪気さがある人だ。純粋な人って無邪気だしね、素直だしねっていう、なんかありのままが好きですね。ありのままを出す人。だから取り繕った人は NG だし、すぐバレると思う。こんなに純粋性を言ってくる人は、には。作った自分っていうのは、なんかこの人は、この、あの人は、女性を見る目あるよ、普通に。作ってる部分がない人が好き。すごく。で、信頼を言ってきてるから、安心感も言ってきてるから、信頼できる人だよね。なんとああしてこうしてとか、こうな、どこ行っとったんとか、そういうこと言われるのすごく嫌いです、この人は。あ、自由にしたい。で、成長できる関係が好きですね、これは。対等でありたいことを言ってるし、このページ、まあ、これ精神的につながりたいんだよ。体だけとかじゃなくて、そういうなんかね、出会い系ですぐできそうな関係ではなくて、積み上げていく関係だよね、ちゃんと。で、ソードのクイーン、まあもう決断とか判断とか、なんかさ、どこご飯食べに行く、どこに行く、え、どこみたいな、そういうの嫌なんじゃん。いや、もうご飯だけじゃなくてだよ。ちょっとソードのクイーンにもらおうか、補足がね。こんな見事に女性ばっかりのカード出してくるってすごくない？マジで。いい男じゃん。まあ、ペンタクルの5のリバースか。なるほどね。もうそもそもさ、ある
ないものを見ない、失うだのなんだのとか、だから損得感情嫌いだよこの人は。だってまあ面白そうだよね、純粋で素直な人が好きだから。すげえなんか強調してきてるけど、そういうコントロールが嫌とか損得感情が嫌とか、そう、あとみすぼらしい関係は嫌ですね。豊かな関係が好きです。まあ素直さってその人そのものだから、伝わるのはね、あの別に優しいことを優しい方でごめんねーなんとかでねって言ったって、腹の中が黒かったらそれはもう伝わってるので、まあ私みたいにきついこと言うても優しいっていうのは伝わってるので、私は優しいというか、まあ優しいよね私って。で伝わるんですよ、あの男性って女性より精神年齢が低いとか言ってさ、なんか相対的価値観の持ち主の方々は言ってるけど、そんなこともないよと思う私は。それクズのことじゃんと思う。素直だって、純粋、華やかで美人、これ誰でもできるじゃんね。自分生きたら、自分生きたらだって素直であるし、純粋だし、無邪気だし、華やかだし、そうなのよ。だけどこれもうね、自分を取り繕っちゃダメですよね。これ全員見事に立ってるからね、浮いてへんからね、地に足がついてる人が好きやから。妄想癖はダメですよ、妄想はダメよ。まあ、自分生きてる人ですよ、もうまんま、まんま対等です。すごいやっぱ精神性が高い関係を言ってるよね。信頼とか支配しないとか、もう浮気疑うとか携帯見るとか、もう絶対にダメよこの人は。無理よ、私も無理、息が詰まる。いやするのも無理、もうそんなことってある。カップの、じゃあペンタクルの10のリバースか、なんかもうね、ゴールが結婚って決まってるような、付き合ったら結婚でしょうみたいな、あの決まった関係は嫌だよね。そういうテンプレートにはまったような関係は嫌です。だからそういう男性ほど本当に純粋な女性を求めてるのよね。いるのかなぐらいなノリじゃない。いるよ。自分を生きる女性を私は増やすことに超専念してるんだからさ、いますよ。あとはあのエースで言ってきてるから、相性がいい人、相性がいいことを伝えてきてる。相性がいい人はいいって、相性っていうのはもうあれだよね、もう感覚的なものだから、まあ自分を生きてる人だよこの人はね。まあ自分を生きてる女性じゃないとさ、付き合ったら結婚でしょ結婚でしょみたいな、しんどいわ。私がしんどいから、それしんどいわ、わかるわと思って気合うわですね。もうコントロール嫌い、信頼嫌い。これなんか私のタイプの女性を言ってませんかね。私こういう子がすごい好きっていうか、もうこういう状態の子って、もうもちろんね、あのね、それね、これね、あのもう絶対に手に入れたい女性像ですね。すごいな、すごいすごいね、本当に。信頼、コントロールが嫌い。もう私のノートをさ、こういう女性がタイプな男性が見たら、もうマジでハゲドーってなると思うわって感じです。 A の人の、あの人がタイプな人は、何度も言うけど、純粋で素直で自分を生きていて、可愛くて強くて安心感があって、信頼関係を共に築けて、欠乏感がなくて、相対的価値観の付き合ったら結婚みたいなテンプレートではない人で、対等でいられる人、決断力がある人、コントロールしないっていう関係でございました。もうブラボー、以上です。バイバイ。はい、 B の人の、あの人がどんな女性がタイプかね、男性に置き換えてもいいですよ。で、制逆取らないので、スパスパ開けましょう。ワンダのクイーン来たやん。ちょっといいね。めっちゃ楽しい、このリーディング。ほう。いやーもうさ、ワンダのクイーン出してくる時点でもう、はいはい、わかりましたよって感じですよ。そりゃそうだろう。
そりゃそうだろ。もう絶対話したくないですよ、この女性は。以上。あ、以上じゃあかんて。あ、どんな関係望んでますか。もうエンペラ出してきてるし、ワンダのエース出してきてるし、ソードのキングがリバースか。ワンダのクイーンリバースさせてきてる、この人。なんでよ。タイプなのに関係はこれ、こっち。ちょっと待って、ちょっとどんな関係望んでるか。あ、これはあれだね、あのソウルメイトを呼び寄せるっていうのと、あの許しと学びだね、この関係。あ、まずどんな関係を望んでるかって、この人はもう学びだよね。許しと学びのある関係だよね。でソウルメイトをなんか呼び寄せるって、なんかちょっと私あんま意味が分からなくって、これから感じることって、私あのご縁をすごく大事にするっていうことだと思ってて、ご縁をすごく大事にできる人いるじゃないね。すごい力強いことを言ってきてるので、この人はダイヤルかな、こっち出してきてるし、こっちもなんかコートカードじゃんよ。まずはね、まあワンドのクイーンです。でハイプレイステスも出してきてるから、女教皇ね。これ頼りになる人ですね。で、成長を止めない。ずっと学び続ける。何からでもだよね。許しと学びの関係が出てるから、まあ、学び続ける人が好きですよね。で、いつも冷静。冷静。あ、だからか。キャーキャーしない。ワンダのクイーンが、キャーキャーしてるから、もうキャーキャーしてるのは嫌じゃないですか。キー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 。ちょっと、これでもここ後で補足もらうから。でも、太陽だよね。太陽ってさ、もう運命の人ですよね。運命的な出会い、関係、あ、運命だなとか、もうタイミングめちゃくちゃ合うなとか、なんかそういう感じだよね。でもまず明るい人だよね。もう自分の中の俺の太陽だみたいな人。で、これ動きがあるカードだから、アクティブな人が好きです。陰キャか陽キャかで言ったら陽キャです、間違いなく。明るい人が好き。まあそれそうだね、陰キャが好きっていうこと、男の人、私あんま聞いたことないわ。陰キャがいいねみたいな、陰キャって。ソードの銃、これもさ、フットワークの軽さを言ってるし、だからこう、挑戦することを言ってる。この人は挑戦する人が好き、行動力のある人が好き。んで、うじうじ考え込むカードが1枚も出てないので、うじうじは嫌いですね、間違いなく。もう真逆が好き。で、これも、これ仕事に対して、あと人生に対して、ペンタクルは物質だけど、自分のことを、人間の体も物質なので、まあその点で言うと、まあ、やっぱ学びを言ってるよね。ずっと成長し続ける女性ということは、この男性は、男性でも女性でも、この B の人が選んだあの人っていうのは、ずっと成長していきたい人ですね。歩みを止めない人です。ずっと。走り続ける人だよね、この人は。うん、それをなんかチーンとしてうじうじされてたら嫌じゃん、自分が走り続けるのに。まあ、ワンドのエースが出てるから、望む関係に。まあ、もう情熱があるもの同士。でね、うまくいくんだわ、すごい進むんだわ。ワンドのクイーンはね、もう見ての通り、もうまず見た目がもう美しいです。ワンドのクイーンは美しいんです、しつこいけど。で、華やか、おしゃれ、美意識がしっかりしてる。で、美的センスがあってですね、で仕事ができるのよ。で、優しいので、仕事と恋愛とか家庭とかの両立がめちゃくちゃうまい。なぜ両妻兼母っていう意味じゃなくてですよ。で、この人が輝くこと、自分が輝くことを一番大事にしてる人。ペンタクルのクイーンはこう、与えたりとか奉仕したりとか貢献したり、自分の能力を生かして人に与える人なんだけど、ワンドのクイーンは自分が輝く人です。カリスマカードだから。自分が輝くことによって、周りの人を輝かせるっていう、まあもう太陽とワンドのクイーンってさ、本当に似ているから、この人がいるだけで周りが明るくなるとか、とにかく明るい人が好き、そして輝いている人が好きです。つまり自分の能力を生かして生きている人。だから自分生きているはもう前提として言ってきてます。じゃあ A の人よりもちょっといい男だね、これ。
もうそれが前提、最前提、ワンドのクイーンで自分を生きてないとかないからね。強いんだよ。ワンドのクイーンって強いからこそ柔軟性があります。頑固じゃないからね。あの頑固さとは最も程遠い人。で、流されにくいですね、この人は。柔軟性があるけど流されない。もう本当にあの、かっこよくて美しくて可愛い女性の極みですね。ワンドのクイーンというものは。だから、あの、家にいて専業主婦して尽くしておくれよ、みたいな、あの、男性はワンドのクイーン苦手ですよ。苦手です。それはもうなんか、苦手なの。もう、相性ってあるじゃんね、好みって。だからまあ、今好み言うてんねんけど。あ、で、勉強していく人、勉強する、もう学びが止まらない人。じゃないと輝きは維持しないからね。んで、これ、あの、一人のカードしか出てないから、こう自分のこと、をまずちゃんと考える人。だから自立はしてます、当然。あの、ワンダのクイーン、自立してるから。女教皇も自立してるから。そして女性性が豊かです。自立してる人ね。依存心がない人。もうここはもう間違いないです。だいたい依存心がある人を、まあ、好む男ってクズなので、まあ、クズなのでって言ってるけど、まあ、そうなんですよね。依存を受け入れるっていうのがもう弱いよね。あの、本当にいい男って、マジで嫌がりますからね、依存されんの。本当にもう、虫唾が走るというぐらい。リサーチしてるからですし。ほんで、なんでソードのキングがリバースしたんだろう。あ、あのね、これ分かった。ギスギスした関係は嫌なんだよ。楽な関係がいいのよ。結構甘えん坊だね、これ甘えたいんだね。まあ、これだけしっかりしてる女性。甘えたい、頼りたい。いざという時に頼れるよ。もう頼れるわ、そりゃ。あと、癒されたいよね。まあさ、許しと学びだからさ、この関係は望むって、あの、もう自分のこの過去の傷とか、自分が気づいてないこととかをこの関係において気づきたいから、もうオープンする気ですよね、自分を。作った関係はいらない。オープン。完全にオープンする関係。エンペラーが出てるからね、守りたいよ。甘えたいけど守りたい。まあ、もうこれだ、経営者だよね、これ。もう完全に経営者とか、リーダー。うん、でもまあ、経営者だね。経営者、気質の人です、このビーナーの人は。もしそれで経営者じゃないのであれば、全然違うけどっていうのであれば、もうなんか自分生きてないだけですね、単に。まあこういう女性がいないからね、それはまあこうもならないよっていう、それだけのことですね。な、別に女性次第って言ってるわけじゃなくてだよ、私は。ページオブワンド。でも相手によってさ、男ってさ、別人になるじゃない？そうなのよ。ページオブワンド。だって俺はこうなんだって言ってた人もさ、付き合ってる女の子が変われば、変わるじゃん。いや、それが成長でしょ。ページオブワンド。ワンドのページがリバース。これ何でだろう。情熱リバースさせてきてるよ。これ何でな。ちょっと私、ルノルマンもらいます。あ、そっかそっか。もう、ちょっと分かったけど、ルノルマンもらおう。なるほどね。なるほどね。許しと学びが出てるしね、過去性出てるから、そっかそっか。この人めっちゃ好きになる、なったらもう好きになりすぎるんだよ。一途なんだよ、めちゃくちゃ。だから、あの、好きになりすぎないようにね、止めるんだよ。それが優しさなんだよね。青ムーン、ほら、恋愛で出ると最高のカードです。もう愛していますというカードが出ましたので、もう好き、もう本当にめちゃくちゃ愛するんだと思うもはや愛してない人とは絶対無理。付き合うの以前の問題で、多分一緒にいるのも無理な人ですね、この人は。そう。で、好きになりすぎるから、自分を抑えるよね。で、それを何も言わなくても分かってくれる女性がいいよね。つまり、賢い人です。賢いはあれですね、お勉強のことじゃないよ、私が言うてんのは。お勉強ができる、できないじゃん、ではなくて、地頭の話ね。生きる能力の話をしてます。なので、お勉強できひんかったから賢くないわ。じゃあないよ。
そもそも学問とか科学とかさ、そういうのってさ、自分を知るためにあるからさ、そもそもそうだよ、人間って何なんっていうことを知るために作られてるんだから、お勉強してきたのに自分を全く知らないとかちょっとやばくねって話で、当然自分を知ってる人を出してきてるから、この女教皇だってめちゃくちゃ勉強熱心なのって自分を知るためにですよ、そもそもで。そうなのであれだわ、気持ちを止めてるのを分かってくれる人、つまりこういう許しと学びがあること、このあの人の中にはそういうことを分かってくれる人だよね。やっぱ運命的な、運命っていうかつながりが分かる人、言わなくても分かるでしょうが、通じる関係を望んでますね。なんか精神性が高いですね。高いっつうか、まあそれがノーマルじゃんって思うけど、ね、でもこれが全てでしょう、うん、太陽、女教皇、ワンドのクイーン、だからめちゃくちゃこの人は欲望の塊ですよ。まあワンドのエースはしてるからそうだけど、望むよ、めっちゃ、もっともっとですよ、満足しないですよ。まあ、満足する男なんてもうつまらんやんね。何満足しちゃってんの今にって、ちょっと私びっくりしちゃうから、用事がまあないけども、いやそもそも私満足とかないから、ないの、すごい望む人、上に上にって、まあだってエンペラーだもん。エンペラーはだって帝王がさ、よし満足だ、このぐらいでいっか国づくりとか言ってたらびっくりするやん、何を言うてんねんと思うでしょ。それと同じよね。もういいね、これもうなんかもう本当に愛してますっていう、なんかもう超愛し合ってるけれども暴走はしないっていう、そう、仕事はする、学び、人生がすごく豊かになる環境を望んでます。まあその豊かさは何をもって豊かというかだけれども、それはわからないけども、でもこの人が好んでいるのはこういう女性なので、まあ結婚して家建てて子供産んで、とりあえず嫁どこを養っておいたらええかぐらいな、そういうノリではないよね。まあそこは、ま、間違いないと思いますよ。エンペラーだからね、エンペラーが出るぐらいだから、そう、相対的価値観の豊かさとかではないです。幸せとかそういうことじゃないね。まあこういうのをまとめて出してくるっていう人はそういうことなんですよ。すごい感受性と感性が豊かな人です、この人は。とても、まあ本人無自覚やけど、まあ霊力が高いよね。そう、あでも当然地に足がついてますよ。でアクティブ、あめっちゃ行動力があるから、そう、行動力があるから、行動力ある女性がいいのよ。今からどこか行こうって言ってパッとなんかいいよって行けるような人が好きだよね。いちいちなんか、うんとこうでこうで、明日になったらこうでこうで、でも行った先でこうでこうでこうでとかってうじうじしてる人はギブ。もうとにかく陽キャ、陽キャ、陽キャ同士、陽キャ同士、陽キャ、常に陽キャが好きで、結構もう本当に女性の能力を、女性の素晴らしさっていうのをすごい知ってる人、女性をリスペクトしてる人だから、女舐めてるとかない、ない。もうそれは育ってきた過程でか、大人になってから気づいたのか知らないけど、女性の力がどれほどすごいかっていうのを知ってますね。横にいる女性がどれだけ自分の人生を左右するのかっていうのを知ってる男性です。はい、以上です。B の人の、あの人の好みの女性。え、まあ、これだって、私が男やとしたら絶対話さないですからね、こんな人。絶対に。絶対に話さないです。しつこいけど、絶対話さない。もう何でも頑張れる。安心して。安心して頑張れる。し、もうなんかムカつくこともないもん。こんなに勤勉に真面目に、こう、なんつうかな、コツコツやっていく人を。もうほんと様々だよってなるからね。っていうことでございます。以上です。バイバイ。はい、C の人行きましょう。制約取りません。
の人のタイプの女性ね。ほんと見事に女性カードばっかり出てくるんやけど。おお。なるほどね。運命の輪を出してきましたね。望む関係。ちょっとこっち先開けさせて。ハーミット。なんか全部リバースしてる。あ、ペンタクルのエースか。そうか、なるほどね。ペンタクル。クイーンも出してきてるもんね。シャッフルしたのに私。めっちゃシャッフルしてんねんけど。運命の人です。まず、運命って言ってるから、もう運命。運命の人。もうこれ、過去性のつながりって言ってるから、過去性、ソウルメイト呼び寄せるカード？なんかこの人、運命の人に出会いたがってるよね。ちょっと待って。まず、まずこのペンタクルのクイーンから行くと、これ良妻賢母カード、セレブカードなんだけど、良妻賢母って言っても、なんか惜しいんじゃないよ。もう髪の毛振り乱して、もう苦労して、もう我慢して、ご飯作って、全部家事をこなして、無理だからね。母親と女っていうのは対極にある生き物だから、どっちもこなせなんて、まあ私は無理ですね。両方とも同時になんてことは。ママのモードの時はママだから、もう女じゃないから、女のモードの時は女だし、それ両立はちょっと無理なのね、もう。で、そういうこと言ってるんじゃなくて、そのなんか髪の毛振り乱してみたいな。ではなくて、この人ね、能力が高くって、自分の能力で自分で気づいてきたの、豊かさを。そう。まず自分を知ってます。で、自分の能力を使って、すごく豊かになって、それを人に分け与えられる人、与えていく人です。どん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 。豊かさを。だから能力もそうだし、情報も知恵もそうだし、才能もそうだし、全部だよね。全部を与える人。そう、とにかく豊かさと呼ばれるもの、世の中で。愛もそうだけど。なんか全部与えれる人ですよね。まあそういう人を望んでますよ、この C の人は。で、ペンタクルのとソードの9。ソードの9。で、プリンセス・オブ・サマー。まあこれ純粋ですよ。これ子供、分かった、伝えたいことが。そうかそうか、子供3人出してきてんねんな。こんなに豊かですごいしっかりしてる、セレブっぽい。もう経済的の豊かさ、物質的豊かさ、才能もそうだからね。で、仕事もできるよ、もちろん。それを持ちながらも、もう純粋な人が好きです、やっぱり。ギャップ萌え。めちゃくちゃ無邪気な子供みたいなところがあるとこと、あとこれ二つ羽がついてるから、こうやって大きい。同じようなのを2枚言ってきてんのよね。まあ華やかな人でしょ。輝いてる人でしょ。めっちゃ輝いてるから。まあ純粋さをさ、前面に出して生きてる人ってさ、人を疑うことがないので、それ輝いてるよね。誰かに何か言われてるかもしれんとか、そんなことばっかり思いながら生きてる人はもう、なんか一枚黒いカーテンが目の前にあるみたいなぐらい暗く見えんのよ、私。オーラがね、暗いんだ。とっても。もう、オーラが輝いてるでしょ、もう。キラッキラ。どこから見ても輝いてるじゃんね。純粋ってそういうことだよね。自分に素直っていうことはね。で、ソードの9は何を伝えたいんですかね、この人は。ちょっと待って。でもこれは運命の人だ。これ蝶々つけてんねんな。まずとりあえず自分に対して自信がある人だよね。まあ私自信あるなしって結構私の人生に関係ないんだけど、まあ自信を持ってる人です。もう私なんてとか、そういうなんか自己否定丸出しで生きてる人とは真逆の感じですね。自分に確信を持って生きてる人。そう。自分に確信を持って、あり方に。ちょっとね、ソードの9だけちょっと補足もらいたいな。
これ多分自分一人で考えることができる人、一人でいいで、一人でいることを好む人、または、悩んでいる時でも希望を必ず見出せる人、ペンタクルの10、ソードの9の補足でペンタコーの10を出してきたんだけども、これもやっぱりみんな羽がついてるんだよね。あー、わかった。これはペンタクルの9、ペンタクルのクイーンと伝えてること同じで、この考えてる姿っていうのは、これ眠れないカードと言われるけど、今回はそうじゃなくって、人のことをちゃんと考えられる人です。人の幸せとか豊かさとか、人のために考えれる人。そう、どうしたらこうなるか、自分のエゴではなくて人のために考える、思いやりがすごく深い人のことを言ってます。だいたい自分生きてない人は自分のことも考えてないか、人のこと考えてないしね。そうなんじゃなくて、まあ仕事ができる、何でもできる、能力が高い、それを与えられる、だから人のことも考えられるしね。でもこれを強調して言ってくるんだから、何かあったんでしょう過去に。で、輝いてる人で、純粋をすごく言ってくているから、この人は輝いてるとか素直とか、そうではない女経験があるんでしょう。で、相当それがきつかったんでしょう。で、夢見ているんでしょう、運命的な関係を。それだと私すごく納得するわ。こんな運命2枚言うてきてるし、どんな関係がいいか、それはもちろんこの関係をもう反映する関係ですよね。すごく愛を大事にしてて、これも反映拡大とか、もう豊かさの始まりのカードなので、これから反映していきますよっていう確信が欲しいんだね。で、ハーミットをリバースしてるから、一人になりたい人です。べったりしてない関係。なぜかこれ1枚ずつ、1人ずつのカードばっかり出してきてるもん、全部。あ、これは家族カードやけど、ペンタクルの2をリバースで伝えてきてる。バランスを取ること。でも動かさないとバランスが取れないからね、これって。で、ソードの6リバース、ちょっともらおう。ちょっと待って、どんな関係を望んでいるかで、ソードの6でしょ。ソードの6っていうのは旅立ちなんだけど、違う方向にね。まあ積んだ後だよ、ソードの5で積んでるのでね。積んだから6で移動するぜっていうカードなんだけど、太陽だ。で、ペンタクルの2に、なんでペンタクルの2がリバースをしているのか、すごい言ってくるけど、ペンタクルでさ、ペンタクル3枚、これは仕事、家庭、お金でもバランスを取るのが、無理してバランスを取らなくていい関係だよ。そう、無理しなくていい関係でも、多分なんかもう過去の女性関係がすげえ無理してたんじゃない？なんか気を使わなくていいみたいな感じに、だよね。船か、なんで船言うたん？これはまずソードの6は分かりました。もうこんな関係あかんわみたいな風にならない。常に太陽、常にもう楽しい、常にハッピー、常に幸せ、そういう関係ね。重たとか、ちょっともう話し合いがとか、めんどくさい、そんなことはない関係、ずっとうまくいく関係。そこに関してなんか喧嘩がないとか、そういう意味じゃないよ。喧嘩がないからうまくいってるかって言ったら、そうじゃないからね。そうじゃない場合もありますからね。ただ向き合ってないだけっていう、ただルームシェアの夫婦って多いじゃない。ワンドのクイーンがリバース、船、ワンドのクイーンがリバース、船に補足をもらって、ワンド、でもこれは進みたいのよ、進んでいきたいのよね。一人になるのが好きだし、私これシャッフルできてなかったのかな、超回したけどね。ちょっとこれ取らなくていい。
カップの5のリバースか。リバースじゃない、正位置、カップの5。あ、これはね、あれでは何か失ったとしても、これこの人ペンタクルペンタクル出てきてるから、すごいなんかね、お金にこだわりがあるのよ。なんかお金とか仕事とか物質に、何かなくなっても残ったものだけでもやっていける関係。ワンドの8のリバースか。こういう人ね、終わりたくないんだよね。もうなんか本当に嫌なことがあって、すっげえ嫌なことがあって別れたんじゃん。終わりにしたくないのよ、関係は。だから終わる関係は嫌なのよ。終わりが来るような関係は。でも進んでいきたいの。二人でね。そう。やっぱり失敗したと思っても、なるほど。伝わってきた。オッケーオッケーオッケー。うわ、失敗した。何か失った。この人は失っちゃ困るものが結構あるんだよ。失っちゃ困るものっていうか。何かこの人なんか、あるのよ。うわ、何もなくなったとか、失敗したとか、そういう悲壮感に打ちしがれてる時に、何言ってんのあるやんって。言える人が言うね。一緒に亡くなったとか、あなたなら大丈夫よみたいな、ちょっとキモいこと言うんじゃなくて、何言ってんのあるやん。ちゃんと見えやっていう。これでいけるやん。って言えるような、まあ、そうだよね。だからもうこれを出してくるよね、そりゃ。あんたがダメになっても大丈夫、私やれるからって。そう、能力を高い女性を好む男性ってここなのよね。自分が人生の大チャレンジ、チャレンジすることって男性はもうたくさんあるしね。チャレンジしてない男性はどうしたんでしょうか、寝てるんでしょうか、一緒ね。その時に失敗しちゃったっていう時に、大失敗した時だよに、大丈夫よって、まあ、例えばもう会社が倒産しましたとか、そういう時には大丈夫よ、私がいるからって、私が何とかできるから、みたいな、そのぐらいもう腹の据わった感じだよね。そういう窮地の時は。普段は、純粋でキラキラーみたいなのが好きですということです。つまりやっぱ腹が据わった女性が好きなんだよ。この人やっぱ自分の弱いとこよくわかってるから。そう、別れたら傷つく。そう、うまくいかなくても傷つく。この人もなんか自分で仕事してるような気がするんだよな。こういうのを出してくるっていうのはさ純粋な子が好きです、間違いなく。どんな関係かって、こんな関係です。もう気を使い合わないっていうのがもうすごい言ってる。だって一人になりたい人だから、この人、まあ、ペンタクルのエースに一人になりたいが出てるから、あれだね、結構な責任のある立場じゃないかな、仕事で言ったら。うん、もしくは今ちょっと積んでるか。今ちょっとなんかうまくいってないかは、まあね、コロナにね、大きくね、影響を受けているところもあるから、ちょっと一つだけちょっと言ってみな。これなんで運命の相手が欲しがってんの、これ。なんかこの人を、自分のなんかこう過去を理解してくれる人を求めている気もすんねんな。これ家庭環境か、ちっちゃい頃の。でもそんなのは言い訳になりませんよ。言い訳にならんけど、男の子の方がダメージが大きいから、言い訳にしている女性は私はちょっと言い訳にはならないよと思うけど、そこは向き合ってないだけですよね。向き合ってないというか、事実を見てないだけ。つまりイコール自分を見てないだけなんだけど、家庭環境なんかありそう、これ。そうだね、よく見るっていうのが出てるわ。44番、よく見る、よく知る。あ、そう、やっぱり深く知りたいんだよ、お互いね。上っ面は嫌なんだよね。あとは基盤をすごく言ってきてる。家族カード、こっちにも出してるし、こっちの44って基礎だからね、基礎固め、基盤固め、それを言ってきてます。そういう女性が好き。この人は求めてるのはもう安心感、うん、裏切らないところみたいな、あと嘘つかないみたいなのを求めてるよね。上っ面じゃない関係を求めてる。どんだけ上っ面と付き合ってきてんっていう関係でさ、これか。これ何だった、ドイツ語わからない、ドイツ語わからないけど、まあこんな感じでしょうこんな感じでしょうって、まあこれ絵の通りだよ。だってイエローが使ってあるからさ、明るいもん。都
この人別にそんな明るさじゃないねんな、でも求めてんのって。すごいなんか安心感とか、なんかちょっとなんかどっちかって言ったら陰なイメージがするねんな。この人自体ちょっと陰キャかもしれないね。陰なイメージがするね。カップのキングか、やっぱ強さを言ってきてるな。強い女、キングで求めてくるんでしょ、プリンセスで求めて。強さ、強い揺らがぬ愛情と、あと誠実さ。これあのカップのキングってめちゃくちゃ誠実なので、な、嘘つかないし裏切りとかないし。嘘つくってさ、自分は生きてない時点で嘘つきだからさ、そういうのは無理だよ。この人はもう本当に誠実な人で、自分自身にだよ。いやいや、俺に誠実にしろじゃなくて、そもそも自分に誠実に生きてる人が好きだよ、この人は。あ、で、トラストって書いてあるから、もう信頼できる人だよね。まあ、そりゃそうよ。誠実じゃない人間なんてさ、自分自身にさ、信頼できる？できんやろ？どこをもって信頼したらよろしい？で、感情で言ってきてるから、あの、言ってる気持ち、感情に嘘がない人だよね。つまりそれをよく知って、だから、あの、直視してないとわからないからさ、感情って。あ、というか、感情って思考なので、思いの部分だよね。好きとか言っても好きじゃない行動したりとかさ、そういうこと、そういうこと、そうじゃない人、もう本当純粋な思いを持つ人です、この人が言ってるのは。そしてそれは強い思い、そして誠実。あのキングで言ってくるっていうことはね、そういうことで、運命だと思えるぐらいに好きになれる人、もうこの人を話しちゃいけないぐらいな。つまりやっぱり過去にどれだけ変な恋愛してきてんっていう話。ジャンピングしたから1枚取るけど、ソードのページ君か。やっぱ勇気がいるんだよ、この人には。傷があります、この人はね。傷があって怖いけども進んでいくっていうのが、あのソードのページ君だから、自分で進むよっていう。自立してるし、もちろんすごい勇気を持って自分を奮い立たせてるのよ。怖いけども進む人なんだから、あの停止はしないですよね。思考停止もしないし、まあだから安心感。そう、進んでいきたいんだよね。ちょっとまだ弱いんだよね。ちょっとまだ弱いからこそこう安心感を求めるんだよね。もしかしてお母さんを重ねているかもしれないね。そうね、母親からの、母親が持つ安心感みたいな、男の子が望むね。まあ母親に対して男の子が安心するのと、あの恋愛対象の異性の女性、異性があの母親にみたいな安心感出すのってマジ違うから。それただのお母さんやから。お母さんになりたくないっていう人よくいるけど、まあそう言ってる時点でもお母さんでしょうってなるんだけどな。お母さんにはなれないからね。そのお母さんの安心感はお母さんしか与えられないから、お母さんみたいにはなっちゃダメだよね。なれないし、そもそも。まあ、なってる人が多いのはなんでなんと思って。そうね、カップのクイーンも出してきてるから、受容してくれる人、受け入れてくれる人、自分自身を全部受容、あの受容のクイーンなので、カップのクイーンっていうのは。でもあの選びますよ、受け入れるもの、受け入れないものは。だからあの我慢しないよ、この人は。嫌なことも嫌って言いながらやることとか絶対ない、絶対ないから。我慢してきて苦労してきたお母さんを見てきたっぽいよね、本当に。すごく、まあそれ一番男性は傷つくのでね、目の前でね、女が我慢したり苦労したりとかしてるのってめちゃくちゃ傷つくので、そうならない相手がいいんだよねっていうことを伝えてます。すごいなんか真っ当なこと言ってる、この人は。真っ当なことっていうか、まあそうだろうなっていう、そうだろうなっていうような、まだちょっと、でもちょっと、まあ未熟だね。未熟だけれども、あのそうでしょうっていうことを言ってます。すごく大事にしてくれる人だと思いますよ、この人は。もう運命だと思いたいんだから、どうしてもめちゃくちゃ大事にしたいんだよね、女性をね。で挑戦したい。まあだから重要なのはペンタクルのクイーンですよ。能力、才能、それを全て生かして与えれる。返してよなんてもちろん言わないですよ。
まあ無条件の愛が欲しいんだね。なるほどね。納得以上です。C の人、バイバーイ。